マザーシャシーで開発されたロータスエボーラマザーシャシーとは、スーパー GT を運営する GT アソシエーションが販売している、レーシングカーのシャシーである。略称は MC。2014年鈴鹿 1000km で展示された、86MC のプロトタイプ2000年代後半から2010年代、前半のスーパー GT の GT300 クラスでは、JAF GT 車両に適用されている。 技術レベルの上昇に伴うコスト高騰からより安価で誰でも購入が可能である FIA GT 車両の数が増加していた。しかしその代わり FIA GT 車両は購入した状態からユーザーが自由に改造できる部分はほぼないためドームの林ミノルラ日本自動車レース工業会は日本のものづくりが衰退してしまうのではないかと危機感を抱いていた。 また GTA のバンドー・マサキ代表も外国車ばかりの GT3 車両で GT300 が埋め尽くされることを危惧しており、ジャミアに相談を持ちかけた。そこでユーザーが低コストで車両が作成できるよう共通化されたシャシーエンジントランスミッションを供給しようと2010年に GTA に提案を行った。度重なる議論の末一度は白紙に戻ったものの、 ドームと林が独自に開発を始めていた市販スポーツカープロジェクトサ作の車真を流用することで可能になる目が出てきた。そこでバンドーがレースからは足を洗ったと言い張っている林に長きにわたる交渉を行った結果2013年に主要部分の開発供給の見通しがついたとして車両規則が決定された。2014年9月に岡山国際サーキットで シェイクダウンが行われ、10月の対戦では、実戦デビュー。トヨタチームタイランドの下で、土屋武士とナタウッドジャルーンする変わった名が、ステアリングを握り、14位で完走した。このマシンはタイに残され、11月に行われた、タイスーパーシリーズのスーパーカークラスで、大島和也が2レースで勝利し、マザーシャシー初優勝を記録した。こうして、マザーシャシーの完成が確認されて、 規則も整備された後、2015年から本格的な導入が始まった。なお前述の通り、当初はマザーシャシーをベースに行動走行可能な市販車を並行して開発する計画だったが、こちらは林の離婚問題に橋を発する開発資金不足のため、2014年8月に開発断念が発表されている。マザーシャシーのトヨタ86日本自動車連盟が、 発行する国内競技車両規則での分類は JAF GT300 の一種に分類されるため JAF GT300 とマザー車シシーの規則は共通点が多いがマザー車シシーはモノコックエンジンロールケージディフューザーがワンメイクである点が異なる。エンジンは GTA が販売する GTAV8 で製造元は公式には明らかにされていないが4.5リットル自然吸気。 V8 で 93.0mmX82.7mm、mm、のボアストローク比であることから日産、VK45 でと見られている。最大馬力は450以上で、GT500 や FIAGT より50から100馬力ほどを取る。最低重量は、性能調整にもよるが 1100kg 程度で、GT500 より 100kg 近く重く。 FIA GT より100から2 0 0ラムほど軽い。共通モノコックの設計、開発は日本で、生産はタイにあるドームの子会社で行われる。ドームが FIA 界4に供給しているものと同様に、ドーム独自のカーボン技術であるウォーバ製法が用いられている。ウォーバは重量がややかさむが、経年劣化がほとんどなく、剛性も高く、安価にできるなどのメリットがある。 また設計上の想定はフロントエンジンであるが、ベース車両によってはミッドシップへのエンジン搭載も可能となっている。自由に開発できる部分としては、オーバーハング、空力、ウィンドウドアピラー、フラットボトムサイドシルなどの車体の材質、または形状、開口部の設置などが合いに関わる部分や、ドライブシャフトプロペラシャフト、クラッチ、トランスミッションなどの駆動系、冷却、 スタビライザー、サスペンションなど多岐にわたる。また、ベース車両の駆動形式を四輪駆動以外に換装できる。ただし運動エネルギー改正システムは禁止されている。外装は2012年の構想段階より、トヨタ86が採用されており、最終的にも86がベースで決定された。衣装権について許可を取れば他の市販車にも変えることができる。 なお、ベース車両は、通常の JAF GT300 の場合、1FIA グループ N、A、GT3、GT2、GT1、JAF 量産ツーリングカー、または、特殊ツーリングカーとして公認された車両。2JAF 登録車両として登録された車両だが、マザーシャシーでは、3JAF によって認められた車両という項目が、追加されている。2015年時点の車両代は、 約5000万円で、改造費は、土屋エンジニアリングの場合は、約1500万円。ホームセンターで材料を調達するなど、工夫次第では、近年価格の高騰している GT3 車両より安く、仕上げることも可能であるという。2014年のシェイクダウンでは、土屋武士、ナタウッドともに、車体剛性の高さを称賛していた。予選では極めて高いポテンシャルを見せており、 デビューイヤーの2015年にはマザーシャシー全体で3度、2016年には4度、2017年にも3度ポールポジションを獲得している。また決勝では軽い車体でタイヤに優しいことを生かした無効換作戦で主位争いを展開することが多い。フィーリングは GT500 とマザーシャシーをドライブした経験のある小林隆によると GT500 のスペックを少し落とした程度でそれほど大きな差は感じないという。しかし一方で土合いは苦熱や振動などの問題で走れば走るほど壊れていくというほどトラブルが頻発する。特に高周波の振動の問題がひどく、ステアリングを握ることも困難なほか、ケーキ、バッテリー類などに至るまで様々なパーツが壊れてしまう。そのため決勝中に コース脇にマシンを止めたり、ピットがージに入れてしまう場面がよく見られる。また、GT3Z より、エンジンパワーは低く設定されているため、コース上の追い抜きには向いていない。タイヤ無交換作戦を連発しているのは、やむを得ずそうしているという事情もある。そのマザーシャシーをいち早く、手名付けた土屋エンジニアリングのビバッチ 86MC は、マザーシャシーとチームのデビュー年に、 タイで初 PP、素顔で初優勝を挙げ、2年目の2016年には2勝を挙げて早くもダブルタイトルを獲得した。2017年はビバッチ 86MC がオートポリスで優勝した。また最後となる鈴鹿 1000km ではマザーシャシー勢が1から2から3を占める活躍を見せ、決勝も有利に進めたが、相次ぐトラブルとクラッシュで3台とも姿を消した。 この年は、ビバッチの年間ランキング5位が最高成績となった。2018年開幕戦ではアプガージ86、MC86 が、土屋以外の MC で初の優勝を挙げている。しかしこうした華々しい戦果を挙げ続けた結果、FIAGT3 車両を使うタチームからの風当たりが強くなっていき、トップで不利な性能調整をされるようになった。 本来なら GTA が第二世代マザーシャシーの検討を行うべきところであったが話は一向に進展がない様子である。こうして勝てなくなったマザーシャシーは使用者を減らしていき、開発にも携わったはずの土屋率いる土屋エンジニアリングも2020年から GT3 に切り替えている。2021年現在マザーシャシーの採用チームはわずか2つにまで落ち込んでいる。 マザーシャシーのトヨタマーク X、ありがとうございます。